はい、こんにちは。こんにちは。どうも。オーバードーズ、チームレートジュンタです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジュンタ君ね、ラジコンがまあめちゃくちゃうまいのはもう分かっているんですけど、ね、いやいやいや、人間性の方にちょっと迫っていきたいなと思ってね、はい。好きな女性のタイプは何だっけ？ウルタヤさん。どんなとこが好きですか？清楚で可愛らしくて、うん、愛嬌があって、っていうところです。普段のファッションとか、はいはいはい、どういうアメカジが好きだとか、なんか普段まあ仕事時は、うん、まあシンプルに、まあ、いろんなメーカーさんのシャツ着て、っていう感じでやってるんですけど、普段は特になんかこのブランドは好きとかある？ブランドはまあ特にこだわってないですけど、でも意外とね、デニムとか履くのはまれかもしれないです。割となんて言うんですか、まあ清楚系というか、最近の、まあ、若い子ってジーンズあんま履かないよね。ああ、やっぱそうですよね。最近はもうね、すごいラフなねパンツに、うん、ね、いや僕も最近自分でちょっと YouTube やってるよね。ちょっとライブしたり、でも全然慣れてるっていう部類には入らない。 IT 系も結構詳しいんだ。いや、そんな詳しいわけじゃないんですけど、まあ、パソコンとかは一応さ、レベルこうやったり、普段何プログラム組んだりとかするの？プログラム、まあそう、電気のとこまあできたり。あ、電気詳しいよね。そう、まあ、ね、シグナルとか、シグナルとかあれ住宅が作ったんでしょ。まあ特別ね、なんか込み入ったことやってるわけじゃないんですけど、まあ、そういう簡単な。でもちょっとね、あれは逆に、うん、その外側というか、あの辺がね、うん、逆に難しかった。電気のとこはそんなに深いものじゃない、うん。去年のやつと比べて全然パワーアップしてるもんね。いや、そうなんです。すげえ要求があって、もう泣きながら作りました。だって見た目が全然今年綺麗じゃんと思って。全方位型に。好きな音楽は？好きな音楽、音楽結構聞かないんですよ。なんで車で流すときは J-POP メドレーじゃないんで、最近のあれじゃないですか。はいはいはい、まあ、有線で流れてくるような音楽、はいはい、というか、僕思うんだけど、ラジコンはラジコンのチャンネル YouTube でやっとって、はいはいはい、TikTok で潤太くん踊った方がいいよ。ジャンボリですか？ジャンボリ、ジャンボリ潤太とか言われてました、ね、ジャンボリ潤太。多分流行りのダンスとか、はい、そっち、僕とかだともうだいぶ年だもんで。ゾンビですか？ゾンビダンス。多分流行りのやつを TikTok でダンスで上げて、それで人間性を表現して、それでラジコンの方に引き込むみたいな。ああ、なるほどね。多分そっち系だと思う。よくあるのが、例えばどっかの建設屋の社長みたいなのが、まあ、仕事の YouTube をやってんだけれども、普段例えばショートとか TikTok とかそっちで何上げとるかっつったら、はいはい、毎回料理作って食べてうめえだまずいだって言っとるだけですから、ね、はいはいはい、あるじゃないですか。多分そういう使い分けじゃないのかなと。 TikTok は潤太クッキングとか。クッキングいいっすね。料理好き？クッキングしますよ。今日はオーバードーズカレーとか言って、ちょっと黒くないとダメですねとか言って、そうそうそう、アジャスト効くようなね、そう味付け。潤太君いつもベガの方にいると思うんですけれども、はい、まあ、いろんなね、ドライバーとかサポート、お客さんとかサポートして、はい、まあ、いろいろしてるんですよね、はい、ね。で、まあ、今後ね、今までレーシングカートやってきたり、レース界にもいて、はいはい、で今こういうラジコンでもほぼ、はい、っていうかもうトップにもなってるっていうの、いう形じゃないですか、はい、この先俺はこうなりたいとかありますかね。まあ、自分もいろいろね、一応伊藤波か伊藤波上位、まあね、4歳の頃からパートやったり、うん、まあ、そこから、まあ、普通に社会人の経験もあるので、ええ、今ラジコンの、まあ、業界にいて、はい、で、まあ、サポートを受けてる立場でもあるし、はい、で、まあ、サーキットを務めてる立場もあるんですけど、うん、まあ、その中でいろいろ、まあ、まだこう、こうとかどうとか、もう明確なところまでは、はい、そんな、まあ、決まってないというか、まあ、ざっくりとね、あるんですけど、まあ、今この場でできることとかをしっかり積みたいので、うん、まあ、将来的には、まあ、いろいろとこう、まあ、好きなことをやっぱり、ね、仕事にして、うん、まあ、将来に持ちしたいなっていうところで、まあ、ラジコンなのかっていうところだと思います。まあ、いろいろ趣味は、ね、多趣味なので。他に何やるんですか？まあ、レジャー系ですよね。釣りとか？まあ、釣りもしますし、まあ、海もね、行って、まあ、キャンプとかも行ったりもしますし、ラグビー部だったりしたりして、ね、あ、ラグビーやってたんだ。はい、海とか行くって言ってたんですけども、はい、焼きに行くの？いや、でも若い時は行ってました。レースやってる頃とか、うん、意外とね、山中じゃないですけど、うん、黒かったし。結構ナパした？いや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 、あ、それは、いやいや、まあまあ、まあ、でも、ね、もっと細かったね、やっぱりカートとかやってたんで。まあ、カートはね、体重が結構効くだよね。でも今でも全然別に太ってないでしょ。いやいやいや、太ってますよ、やっぱり。最近ちょっと、やっぱりもう年齢も30超えてきてるんで、ええ、ちょっと食べ物とか気にし始めちゃって、ジムとか行っちゃったりして。気にするって何を食べちゃダメとかあるの？いや、一応お酒は飲む方なんで。
いや、そんな、いや、なんかもうすげえ酒豪みたいなキャラになってるんですよ。歌とかで、よくウイスキーの写真あげたりするんですよ、すごい酒豪キャラなんですけど、そういうわけじゃなくて、もう全然たしなむ程度とか、そんな飲みに行ってもなんか記憶なくなったことも言わないですし、うん、好きなお酒は？あ、でも最近ウイスキーです。あ、ウイスキー？ハイボール？ハイボールです。さあ、ここ1年2年ぐらいで、まあ、サーキットに来てくれるお客さんとかお酒好きなお客さん多いんで、いろいろ教わって、それこそバーやってた人とか、まあ、普通にお酒好きな人とかいろいろ受けて、いろいろね、こう配給があるんですよ、ウイスキーの。それでいろんなのを覚えて、まあこの辺かなとかって、まあでも王道に、まあ、そんな下越えてるあれでもないんですけど、まあやっぱサントリーのね、じゃあまあ、無難に角だったり、最近はね、山崎白州とかちょっと飲ましてね、ちょっとリッチな、はい、もう飲んだりします、はい、プレゼント待ってますって。そう、プレゼント待ってます。っていうか、いっぱいもらってるんで、もうこれ以上おこがましいかもしれないですけど。 TikTok そっちがいいよ。ジュンタクッキングとジュンタバーとジュンタダンス。そうなんだ、ね、確かに TikTok とか見るのも、うん、酒とグルメですよね。あ、そうがなんかすごいよく流れてきますよね。いや、結局やっぱり人間食いもんまず来るじゃん ね。食いもんと、まあ、女性とかそっち系になっちゃうんだよね。うん、まあ、お酒絡めたらいいかもしれない。うん、まあ、そんな感じでね、まあ、いろいろいいんじゃないかなってふと今思ったね。それで、まあ、近くにそういう、まあ、施設じゃないですけど、いろいろバーベキューできたり、まあ、ドローン、最近よく言う船橋ドローンフィールドとか、あ、はいはいはい、あそこでこう、まあ、そういうのやって、まあ、オーナーさんがね、いろいろお肉焼いたり、料理したり、あとはなんかそこでもやらせてもらったりするんで、まあ、いろんなラジコン仲間と、はい、まあ、ご飯食べたり。あ、なるほど。なんか最近東京結構多いみたいだね、バーベキューやる場所が。あーね、コロナでそういう需要も多かったんでしょう。例えば豊洲だとかあっちの方とか、ね、あ、はいはいはい、みんなで集まってそこでバーベキューをやるっていうね。ね、地球温暖化にみんな貢献してんだなと思って。貢献しちゃってんすかね。まあそれは冗談だけどね。純太くん、ありがとうございました。ありがとうございました。今後も頑張ってください。めちゃめちゃ濡れ濡れ純太くん、やめてください。ちょっと違うじゃないですか。ありがとうございます。